はい、それでは整数分野で次の定理ですね非常に重要な定理となりますこちらの証明を行いたいいたと思います実は二元一時不定方程式 AX プラス BY イコール1ですねこれは A と B に来る整数が互いに素であるときは必ず X と Y に当てはまる整数が存在するということが知られているんです。 でこれは非常に重要な性質で例えばこ、こここちら1じゃなくて3であったとしてもまずは1にしてで A と B が互いに素であれば必ず答えが見つかるはずなので探してで3倍してやると全体を3倍して特殊解を探すとかそういうことに使われたりするんですねあるかないかというのは非常に重要なことなんです。 なないいもものを探してもしてょうがないですからねえですから A と B が互いに素であるならば、えー、整数解を持つということが分かっているというのはとても大事なことです。でそれだけじゃなくて実は整数解を持つのであればこの2つの数 A と B は互いに素であるということも言えますこの重要な定理を証明していいいきたいと思います。 先ほどの定理を証明するための重要な根拠となる定理次の定理を証明したいと思います A と P この2つが互いに素な自然数であるとき P-1 個の整数 1A ですねこれそして 2A3A4A と続いて点々点 P-1A まで並びますよでこの P-1 個の数をそれぞれ P で割ったとき 余りが全て異なるっていうんですねこれを証明していきたいと思います。その、まあ、証明する前に、ですね例えば A が7で P が10で具体的にこれ何を言っているかというのを確認しておきましょう、はい。まずはこれから割っていくのは A, A, A、2A、3A そして P-1A までの数を割っていくんですね。で、この場合 A が7として で、p が10ですから、9a まで割っていくということですね。だから、この場合は 7×1、7×2、この a のところに7が入っているんですよ。で、最後、p は10でしたから、こちら p-1 が9ですね。7×9 まで書き出しますで。これを10で割った余りを考えましょうということです。余りは m ドで表しましたよね。モ o 1 0で割ると、 まあこうなりますね。例えば最初は7、7×1 を10で割ると、これ7ですよね。7×2、2 14です。14を10で割ると余りは4。7×3、3 21を10で割ると余りが1。というふうに、余りをどん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 書き出していくということなんです。そうすると、これ見てもらうとね、気がつくと思うんですが、 全部確かに異なる数になっていますね。で、さらに言うと、1からこの9、つまり p-1 までの数が一通り全部出ていることもわかります、ね。はい。で、えー、これ、1つずつ出てくるというのがわかったんですけれども、じゃあどうやって証明しようかと。えー、この、例えば、2a を、えー p でで割った余りですねこの 2a を p で割った余り、それから 6a を p で割った余り、この具体的な7かける2とかっていうね数が分かっていれば余りを確認するのはまあこういうふうに簡単なんですけれども、文字で一般的に証明しようとすると、ちょっと難しいですよね。で直接示すことが難しいときは何をするかというと、 矛盾を示すという手法を取りましたね。この矛盾を示して結果同じに余りになるっていう状況で仮定で矛盾が出てきたんだからそもそも同じ余りになるってことがないんだとだから全て異なる余りになるはずであると結論付けられますねという論法で。 証明をしていいいきたいと思いますこれ間、ね、接的に証明する方法間接証明法というんですけれども間接、まあ、証明法にはね入り法があったり待遇証明法があったり転換法があったりします、ね。今回はこの中で入り法を使おうということですね。 では入理法を用いて証明していきますまず表を用意しますねでこちら KA の K に入る数これは1から p 1までと設定しますですから K に1から順番に入れて表に埋めていくと、まあ、こういうふうに、ね、埋まりますよねで今入理法を使ってやるので結論を否定して矛盾を導くというやり方を取るということですね この場合結論はどこかっていうと P で割った余りが全て異なるというのが結論ですだからそれを否定するわけですから同じ余りがありましたと置くわけですよねなのでその同じ余りの2つの数を今 IA と JA と置いてやりましょうこの2つの数を P で割る p で割った余りをモド p と表しましたよね、その余りを同じ r という余りだとを設定しておきます。ですから、Ia を p で割った余り、それから ja を p で割った余りが r なので、このように表すこともできますね。はい、で、このあとじゃあどうするのと。 どうやって矛盾を導くのということなんですけど、えー、余りを使って矛盾を導くときによく使われる手法、それがですね、引き算なんですね。はい、JA から IA を引いてやります。まあ、そうすると A でくくれるわけですね。で、こちら、この上の P を使った式で、えー、書き直してやると、まあ、当然、この式からこちらの式を 引いてやるということですねでこの右側の引き算を見てやると、まあ、すぐに気がつくと思うんですが R が消えますす P ででくくれるんですねつまり同じ余りを持っている2つの数で引き算をしたら、ね、P で割り切れますよとだからこちらの J-IA も P で割り切れるわけなので P の倍数と言っていいですよということですね。 まあ当たり前言っちゃ当たり前のことです。で、p の倍数ですから pn。で、この n は整数と。まあ、こういう表し方ができるということですね。で、これからね、矛盾を探していくんですね。いや、そんなはずないでしょという矛盾を探していくんです。で、その時に大事なことは、この i と j ですね。この設定をしっかり書いておきましょう。ね i と j は1以上 p 以下の整数ですよと。で、j は i よりも今大きい整数であると設定していますよと、ちゃんと書いておくんですね。はい。そうすると、この Ia と ja、これを p で割った余りが等しいと仮定して話を進めていくんですね。はい。えー、そうしますと、こちらの式にまた戻りますよ。 J-IA と PN がイコールで結ばれる。で、A と P、これ、互いに素な自然数でしたよね。ということは、J-I が P の倍数でないと、イコールで結べることは不可能ですよね。なので、J-I が P の倍数ということになるわけです。ね、えー A と P が互いにそうですから公約数が1しかありませんのでね、もう J-I が P で割り切れるしかないわけですよね、はいえー。ということなんですけれども、これってよくよく考えてみると、まあ、ここでまたよく使う考え方なんですけど、最初に戻って設定を確認するんですね。えー、この設定から、1以上 P 以下の2数で引き算をする。 この引いた結果は当然 P よりも小さいよねともちろん0よりも大きいですよねと0より大きくて P より小さい数が P の倍数これは矛盾ですよねということが言えるわけですね、うん、P の倍数というのは、まあ、P× 自然数倍というふうに言えますので、えー、P 以上であると言ってんですね、えー ここで p 以上であるって言ってるんだけども、えー、p よりも小さくなければおかしいということなので、これは矛盾だと言ってるわけです。ということで、えー、こちら、えー、p-1 個の整数で、えー、そもそも同じ余りを持つということがなかったんだ。つまり、すべて異なるということなんだということが言えますねということですね。はい。 で、えー、例えば、ですね5種類の数から重複を許して5個を取り出したとしますよ。ね、そしたら全部異なる数だった、えー、重複を許すということですから、まあ、同じ種類の数例えば3と3とか、えー、そういうふうに、えー、この5個を選んだ中から重複してもよかったんだけど、えー、その5個がでも実は全部異なる数だったということはこれ出した数は5種類全部出てきたと。 いうことですよね、えー、なので、えー、P 種類の数から重複も許して P 個を選んだんだけれどもそしたら全部異なる数だったということなのでこれは P 種類全部つまり P で割った余りが、えーまあ、0は除きますが0を除いて全部ここに出てきましたよということが言えるということも一応確認しておきましょう。 でえー、つまり p で割った時に出る余りが全部一通りこれ0を除きますね0を除いて一通り出ているということですではいよいよ本題に入りましょう左から右をまず証明しますねでその時に使う根拠がこの定理です A と P が互いに素ですから、まあ、こういうふうに A, A, A、2A、3A そして P-1A までの P-1 個の整数を考えた時に これ、いずれも P で割り切れるってことはないですよ。だって、A と P は互いに素ですからね。割り切れるっていうことは、P の倍数でなければいけませんので、AP とか a、a かける0とか、ね、そういう数でない限りは、P で割り切れるということはないはずです。なので、これ、出てくる余りというのは、1から P-1 までの余りが、 どこかしらに出て、1個ずつ出てきているということですね。はい。では、証明に行きます。えと、B が互いに素なので、えこちら、定理を使うと、ね、まあ、A から P-1A までなんですが、まあ、もちろんこの場合は、P、P-1 ではなくて、B、B-1 を使うということですね。ただ、この、B、B-1 個の数を、 b で割っていくと、1から b-1 までの余りがどこかしらに一つずつ出てくるということなんですね。はい。す、え、べ、ー、て異なるということが定理から言えますので、それらの中に b で割った余りが1となる mA が存在しますよねと持ってくるわけです。この1、なんで1を持ってきたかというと、この1ですよ。この1を使いたいからです。ね。 はい、で、えー、イメージとしては A から b 1 a までこう並んでたときに、これ全部ね、えー、異なる余りを持っていますから、1から b 1までが1つずつどっかに入っているはずだということなんですね、えー割。B で割り切れるものは1つもないですよ。A と B は互いにそうですから。ね、はい、えー、ということは、まあ、仮に1となるものがあこの辺にあったと。 してその数を MA と置いてみましょうねということですね。はい、でこの時の小を N と置くそうすると MA は、まあ、当たり前ですけど MA を B で割った時の小が N で余りが1ということですから、ね、これ MA は NB プラス1と表せて MA-NB=1 というふうに 書き換えることができる何で書き換えたか、くどいようですけど、この式を意識してますね。はい、ですので、まあ、あえてね、えー、このように AM プラス b 弧マイナス N というふうに書き換えてみると、えー、AX プラス BY イコール1という、ね、不定方程式と比べた場合、この X に M、そして Y のところにはマイナス N を 入れたものとという,ふうに見すすことができますねえつまりこれが解の一つのパターンを示しているということなんですね。だから、x と y に m とマイナス n、こういう数は必ず存在するはずなので、ねえー、それを入れてやればね解の一つとして存在していますよねということですね。はい。これでえー 言いたかった、A と B が互いに素であるならば、AXP プラス BY イコール1が整数回を持つということが成り立ちますねということが示せたわけです。はい、これで右か左から右への証明が済みましたので、今度は右から左への証明をやっていきますね。で、これも直接証明するのが難しいんですね。なので、 入り法を使います。A と B が互いに素という結論を否定して互いに素ではないと仮定をします。で、そんなはずはないでしょうと矛盾を導いて証明をするというふうに持っていきますね。はい、まずは整数解を持つが A と B が互いに素ではないと仮定しますよ。 で互いに素であるということが最大公約数が1であるということでしたね。公約数が1しかないんですね。なので、互いに素ということではないというのであれば、それは2以上の公約数があるということです。それを C と置きますと、A は CA'、そして B は CB' と置けます。もちろん A'、B' は整数です。 はい、そうすると、この ax プラス by イコール1は ca'x プラス cb'y が1と書き表せますね。で、これ cc とね、あるので c でくくってこのように表す。で、この段階で矛盾に気がつくといいですよね。これ、あり得ない式ですよね。だって x と y が整数ですから、 こちらこのカッコの中ですね。これはもちろん整数です。そして C はどういう数だったかというと C は2以上の整数でしたよね。2以上の整数に整数をかけるわけですから、この左辺の結果が1になるってことはないですよね。はい。ということは右辺の1とイコールでも滑れるということがないわけです。何がいけなかったのか、ね。えー 公約数が2以上の公約数があるとしたことがいけなかった。ということで、矛盾が起きたので、整数解を持つならば、A と B は互いにそうであるということが言えますよ。これで、右から左への証明も済んだわけです。これで、左から右へと右から左へ、両方向の証明が済んだので、代位は示せましたということですね。 説明は以上です。ご視聴ありがとうございました。